大藤流はこういう切り方をしません。切るときはすっきり、切らないならそっと置いておく。多分これ切ったわけですけども、これと同等の枝、この程度の枝だったと思うんですよ。それを夏直近しちゃうもんですから、この位置で落ち着いてくれるってことはまずありえないと思って、今広瀬さんが切ってもらってますけど、あれ出べそ切りですけど、あれ今年残しとくと3倍の大きさのものを作ります。濃さになります。それだけ懐が枯れ上がります。少しもはしごを持ってこないで低いところで作業ができれば作業効率がいいと思います。とりあえず夏のデベソを解消しましたので、今度仕事しやすく余分な枝を若干切っていきたいと思います。ここに3本夏年始されてるわけですけども、自分の場合でしたら下枝を払って、この3本をとりあえず今年1年鳴らして弱らせて考えます。ここで決めつけません。で、背中から出てるもんで割合強くなると思います。強くなるから一枝一個でしっかり鳴らしていただいて、弱く弱らせていただければと思います。木に対して水平より下から出てる枝についてはデベソで切ってもバレる確率は少ないです。ただ水平より上に出てるものについて
先借りをしますと3倍になるということだけは覚えててください。3倍になるってことはそれだけ中を暗くする。で、この懐へ入って腰より下の細かい枝ですけども、果実を取るためでなくて木を太らせる、大きくするという意味で小枝を大事にしてください。で、剪定が終わったらもうこの木は摘来をすることできますので、腰より下は摘来をしてしまって結構です。受粉する品種であっても腰から下へはならせませんので、もう始めて結構だと思います。一応3年生2本目こんな感じでおしまいです。